戸面原ダムにやってきました。よっしゃ、よっしゃ、キルフラット。あ、食ってた。薄がかりだけど綺麗なバス君、キルフラットコーラかな。よっしゃ、下顎にかかってびっくり合わせでございました。こんな感じ。このね、ゾディアスのグラスのスピニングでぬぽっと浮いてるバサッケ、気づいた。行くぞ行くぞ行くぞ、食うぞ食うぞ、食ったかい。30後半さんでした。ありがとう。お、見に来た。イバエビ食った。久しぶりにね、イバエビ。ストーミーマグナム、よっしゃ、よいしょ。はい、ちょっとね、ストーミーマグナムで春バス来ましたよ。やったぜ。バンタムね、バンタム MGL にタトゥーラエリート、ストーミーマグナム。いやー、釣りたいセットで釣れると嬉しいね。よっしゃ、ユーマズメフィッシュいただきました。いいとこかかってんね。ギルクイバスなのかね。ほんと偉いかな。よいしょよいしょ、釣れました。サイズはまあ30中盤。ありがとう。いや、買って初めて釣れた。案外投げると釣れるんだね。引き続きユーマズメフィッシュ狙って投げ込んでみたいと思います。釣ってなんか上釣ってきてよ魚が。よし、頑張ります。
はい、というわけで帰ってきました。やっと釣れました。バンタムのですね MGL、 これね、あのローギアのやつ買ったんですけども、なかなかですね、ちょっと最初の1匹目が釣れなくて、ただ非常に投げ心地がいい、スルーッと飛んでいってヌルヌルと負けるっていうことで、あとね、すごい自分手小さいんですけど、こうコンパクトボディなんでギュッと握り込めて、でなんていうんですかね、このボディがカチッとしているから、本当リールに感度があるんじゃないかなっていうぐらいですね、なんというか、まあヌルヌルなんだけど、こう手元に感じるのはカリカリっていう、なんか不思議な感覚なんですけどね、ちょっと今までにない感じで、でまあ MGL スプールって初めて使ってみたんですけどね、まあなんか気持ちよくスーッと飛んでくれるっていうことで、早速お気に入りになってます。まあ投げていて気持ちいいリールなので、結果こういっぱい使いたいな、投げるっていうタイミングが増えて、また結果あの釣れちゃうっていう感じなのかな、不思議な感覚の、リールですね。でこれ竿はね、タトゥーラエリートの、大森プロのタトゥーラエリート、70のクランキンっていうことで、クランキンっていう名前ですからね、あのなんとなしにこれノリーズのね、ちょっとストーミーマグナム、これ去年かな、福袋に入っていて、でポイントポイントではね投げてたんですけど、なかなかこのビッグクランクっていうのに、自分がついていけてなくてですね、まあでもタイミングそれっぽい雰囲気があればどんどん投げていこうかなって投げてたんですけども、やっとですね1匹釣れてくれました。で1匹釣れるとなんか一気に勝手に理解度が深まるっていうか、あーそっか釣れるんだって感じでですね、今いきなりまだ使い出しですけどね、お気に入りのルアーになっちゃいましたが、でこのセットでやってるんですけども、このタトゥーラエリートってのが結構重めのね、あのルアーまで、あとはまあ何でも投げれるよっていうコンセプトの竿なので、こういったちょっと大きめで引き抵抗も大きいやつをですね、ぐん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 って気持ちいい感じで、そんなにね竿先がペターって入らないで、まだちょっとした余力を残して巻くことができるので、非常に使いやすい竿じゃないかなという感じで使っておりました。でまあこのねリールも相まって、これがローギアなんで、こういった比較的大きめのやつでもですね、無理なくドゥルン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 って巻けて、まあこのセットで使うと非常に気持ちいいなっていうことなんで、しばらくですねこの組み合わせで、まあこういったビッグクランク以外にもですね、いろいろ投げていこうかなっていう風に、考えてるんですけど、ジョイクロなんかもすごい使いやすいんですよ。すごいね、思い通りのところに入れ込めて、そんでアクションも比較的しやすいっていうことで、まあ、結構中重量級のやつはこのセットでいろいろと、遊んでいけるんじゃないかなということで、あとこのまあ、シマゾと台湾にはなっちゃうんですけどね、色合いもなんか銀と銀でなんかピシッと決まっててかっこいいなということで、お気に入りで使っていきます。でまあなんだろう、釣りビジョンの番組とかで見てですね、ああ結構そんなロングキャストで琵琶湖みたいにバキュンって投げて広範囲に探るっていうよりも、あの田辺プロの結構ショートピッチでちゃんと入れ込んでいって、でショートでこう巻いてきてっていう使い方、あれいいなと思って早速ですね、戸面原ダムで試してみたんですけども、まあ、もうちょっと短い竿の方がねやりやすいかもしれないんですけども、結構あこんな感じかなんて言ってちょっと試していたらですね、こうブリン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 、ゴン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 って、あれはちょっと気持ちいいですよ。なんか中毒性がありますね。今回ですね、もう夕間詰め3時回ったぐらいからちょっと気になって試してみようかっていうことでやってみたんですけど、結構短時間でですねサクッと釣れてくれたんで、ちょっと今度行った時はですね、これこういうセットで投げる時間の割合も少し増やしてみたいななんていう風に感じたんですけどね。まあ何にしても今年はいろんなメーカーからですね、さらにこのビッグクランクね、出てくるかと思いますんで、まずもってですねこれ、ストーミーマグナムね、これをまあ使いこなせるように頑張って、関東のダムでも魚引っ張れるようにですね、こういう時に投げたいとか
こういう時に投げたらいいんじゃないかっていうのをさらに検証を進めつつ、ちょっと他のメーカーのですね、こういった大きいクランクも試していこうかな。まあそれにはまあこういう巻物の中重力に、あとはまあなんか自分がお気に入りで本当投げ続けられるような組み合わせ、こういったのが完成してくるとですね、気持ちよく釣りができるんじゃないかななんていう風になんか一匹釣っただけでですね、感じました。まあ何にしてもですね、今年はまあトズラッパラもありますし、三島湖ももちろん、オープンしているし、老舗の亀山、笹川ダム、高滝湖とかね、あの房総半島でも本当いろんなダムがあって、で時期によって亀山ダムってのが、また徐々にね3月中厳しかったのが連れ出していたりとか、 あとはね、まあ、豊草とかね、ああいうところもこれからあったかくなって魚がディープから上がってくるとがぜん釣りやすくなってくるんじゃないかななんて思いますんでね、本当、日替わりじゃないですか、まあ、週替わりぐらいでねいろんな、ダムに通って、でちょっと今まで釣ったことない釣りっていうのを、試していければな、そんな風に感じました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、このそうですね、タトゥーラエリートにバンタム MGL のローギアモデル、これにですね、まあ、最近流行りのビッグクランクですね、ショットストーミーマグナムで、いい魚が釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。